こんにちは、グランピーです。なりふりの冬用のジャケットが入荷したんで、それを動画を交えて説明していきます。でこれは2レイヤーマウンテンパーカーといって、防水の生地を使ってて、パタゴニアとかよりは着た時にこのシルエットが細いこのジャケットになります。でここのていうかなんていうかな、で日本製です。で実際、僕が着てみようと思います。でパタゴニア、僕の場合は M サイズなんですけど、なりふりは僕は L サイズになります。で今回入荷したのが、黒い、ブラックとこのカーキの2色になります。今日パンツがカーキなんでブラックを着ます。で中はこういう感じになってます。汗をかいてもすぐ汗を逃がすような素材を使ってます。でこれ日本製です。で金額が、これ4万円します。すごい、めっちゃ着やすいです。でこれ面白い機能が2個あるんで、それも紹介します。マイクがあれか。こういう感じです。でこれシルエットがすごく細いんで、着た感じ痩せて見えます。で自転車乗るときは前傾姿勢になるんで、そういうときはこう締めた方がいいです。でこの袖のとこもこういう感じで絞れます。あと面白い機能が2つあって、さあここがベンチレーションになってます。内部に今熱が溜まりやすい、溜まりやすいっていうか、ちょっと熱くなってきたらここを広げてください。でこれはですね、この半分だけ開けとけばここボケットになります。これも全部開けずに半分だけ開ければこれはポケットになります。あとはですね、後ろにもポケットあります。これはちょっと浅いポケットなんで、外したグローブとかを入れるとか、そういうのがいいと思います。で基本というかパタゴニアの中のこう長いような気がします。で前傾になってもここは突っ張らないようになってます。それぐらいかな。でもう一個、面白い機能あります。ジッパーを閉めて、でもし熱くなったらこう下からでもこういうふうにできます。これで体温調節できます。でちょっとした雨だったらこの素材でもこれ大丈夫です。だからなんていうかな、あったかいっていうよりは外の風を防いでくれるものなんで、この中になんかフリース着たりとか、そういうのがいいと思います。で後ろのフードをまとめることもできます。こうやってあれちょっとどうだろう、こうやってえっ、ー、と3箇所止める場所があります。だからオートバイでも使えそうな気がします。バイクだとフードがあると首絞めてしまうんで、できてます。黒さん来たこういう感じです。なんか多分めっちゃ似合ってますからでカーキは例えば下がジーパンとかだとすごい合わせやすいです。あとはチノパンとか合わせやすいです。
それがサイズが、M サイズと L サイズに入荷します。じゃあなりふりのマウンテン、あ、2レイヤーマウンテンパーカー、まだ在庫あるんでお願いします。